浜岡原発差し止め訴訟の弁護団長の河合でございます。そしてもう一つ、昨日私たちは全国の脱原発弁護団のを立ち上げました。弁護士が100人入りました。そして昨日の第1回集会では50人の弁護士、それも全部の立地の原発立地の弁護士が集まって、今までの総括をして、これからの協力関係、共同関係を約束して、私が代表になりました。私は浜岡原発が、とにかく一番危なくて一番大事な原発だ、止めなきゃいけない、止めることが一番大事な原発だと思っておりますが、浜岡だけを止めればいいと思っておりません。日本のすべての原発を止めなければいけないと思っております。ご存知のように日本は原発大国です。世界の平均の150倍の率で地震が発生しております。そして日本はプレート境界の上に立っている島ですから、当然、プレート境界型地震です、多くは。そしてそれには必ず津波が付きまとっています。日本は世界に冠たる地震大国であり津波大国なんです。もっと正確に言うと、世界の地震動の 10% がわずか 0.3% の土地に集まってるんです。だから日本だけは絶対に原発をやってはいけない国なんです。フランスがやろうとアメリカがやろうとそんなことは関係ない。地震がないところは勝手にやってろ、地震があるところではやっちゃいけないんだというのが私の主張です。そしてその中でも一番危険なのが浜岡原発、悪いけど浜岡です。皆さんの近くにある浜岡、これが日本で一番危なくて世界で一番危ない。これに絶対に、これを絶対息の根を止めるということは皆さんの権利でもあり義務でもあるということをよく自覚してもらいたいと思います。それでですね、私たちはそういうことで、全原発を止めろと言ってます。で、菅直人氏はですね、非常に勇敢に、思いつきであろうが突発的であろうが唐突であろうが、とにかく浜岡原発を止めた、限界を止めた、これは皆さん高く評価しましょうよ。いいですか、民主党のその次の総理を狙ってる連中でですね、脱原発言ってるの一人もいないんですからね。いいですか、菅さんになるべく長持ちさせて、そして脱エネの脱原発の路線をなるべく進めておいて、できればもうこのままずっと行って完成してもらうぐらいのことをやって、だから今日皆さんのステッカーの中にですね、菅さん頑張ってっていうのをぜひやってもらいたいと思う。他だってろくなやついないじゃないですか。自民党に河野太郎がいますよね。あれはマシですけど、他の政治家はろくなもんじゃない。だから僕がもっと言うのは、脱原発一色で、脱原発一色でワン一周選挙をやれと、そうすれば国民が支持するぞというふうに私は思っています。それで、そういうふうにね、脱原発っていうとすぐ電気がなくなる、どうするんだっていうことを言うけど、このことだけ頭によく入れてください。全部去年の全原発の発電量を全部なくしても、火力の今持っている火力の稼働率を今 50% なんですよね、稼働率、設備容量に対して 50% 使ってない、それをあと 20% 上げて 70% にすれば全部足りるんだ。今日全部止めても何にも問題ない。まして中電なんか全く問題ない。もともと 5% 今も 5% かちょっとでしょ、あんなもん止めたってどうってことない。東京電力も今やですね、停電だ大変だ大変だって言ってたのが、関電に回さなきゃなんて言ってる中でしょ、嘘ばっかついてんですよ。いいですか、今日止めたって何の支障もない。それにもかかわらず読売新聞、日経新聞はね、原発止めると日本の経済がダメになる、それから電力が高くなる、経済が空洞化する、製造業が外へ出る、みんな嘘です。騙されちゃダメですよ、今日止めてもいいんですからね。ということでですね、原発は止めても何の心配もない、逆に原発止めないとすごく心配で、大事なことをもう一つ言います。脱原発とエネルギーシフトを一緒にしてはいけません。いいですか、原発をやめて自然エネルギーでやろうという議論を安易にすると、そうだねって言われてですね、じゃあ自然エネルギー一生懸命やろうね、その間は原発つなぐんだよってこうなるわけですよ。それが危ない。
いいですか。なぜあの2つ理由がある。政権が変わったらそんなのすぐひっくり返っちゃう。でやっぱり原発いいやって話になる可能性が非常に大きい。それからもう一つはもっと切実な問題は、本当に自然エネルギーが原発の分を補うにはやっぱり10年ぐらいかかります。その間にもう一回大きな地震来たらどうするんですか。浜岡が行っちゃったらどうするんですか。いいですか。それから他に行きそうな原発、福島第二もあるし、東海の第二もあるし、それから敦賀湾にはいっぱい14基も危ない原発があるんですよ。ゆっくりと自然エネルギーへシフトなんかする間は原発動かしましょうなんか言ってると、また事故が起きる。2発目食らったらどうするんですか日本は。いいですか。だからそこは騙されちゃダメで、政治家はみんなですね、皆さんが、国民の皆さんが脱原発ということに傾いてるのを見て、あ、脱原発結構ですね。でも全部止めるのは現実的でないですよね。すぐ止めるのは現実的でないですよねって。現実的なんですよ。現実、今すぐ止めることが現実的だけど、彼らは議論をしないでですね、すぐ止めるなんていう意見は、全部止めるなんていう意見は非現実的で、その思いつきに過ぎないとかですね、過激だと。過激でも何でもないですよ。今日だって、今日全部止めたって間に合うんだ。そのことを皆さんよく頭に入れて、で新聞社、日経新聞と読売新聞と産経新聞には特に騙されないようにする。これが大事なことです。ということで、私は日本の原発を全部止めるまで戦い抜きます。皆さんと共に戦い抜きます。浜岡を完全に廃炉にし、そして一点突破全面展開で日本中の原発を全部止める、これを皆さんと戦い抜くことをお約束して、私の挨拶といたします。皆さんこんにちは。この連休の真ん中の日、しかも雲一つない炎天下にお集まりをいただきまして、本当にありがとうございます。今日おいでいただいた皆さんは、東京、名古屋、そしてそのまた先の福島から、あるいは兵庫から鹿児島までの皆さんが今日この場に集まっていただいております。本当にありがとうございます。なお今日は全労協の仲間たちがこの場に駆けつけてくださっている予定でしたけれども、東名の交通事情のために1時間ほど遅れざるを得ないという状況ですので、まあ全労協の皆さん抜きにもうこの大会を始めさせていただきます。今度のこの集まりは実は16、17連続行動ということで、昨日は石橋勝彦さんに浜岡原発がいかに危険か、一日も早く廃炉にしなければいけないかと同時に、浜岡だけでなく日本中の54基の原発が全部危険な状況にあるんだというお話を聞きました。そして原発はもう止めようという思いを一つにいたしました。今日午前中は東京から来た皆さん、あるいは園地から来ていただいた皆さん約100名が午前中浜岡の現地を視察をしていただきました。どうしようもない絶対安全ですという砂丘のごまかし、あるいは固い岩盤の上ですと言い、ずっと言い続けてきたその浜岡原発がどんな岩盤上に立っているかということをつぶさに今日は見てきていただきました。今日実は中日新聞に非常に大事なことが載っております。浜岡から室戸岬にかけて大地震マグニチュード9とも予想される東海、東南海、南海が連動するプレート間の大地震、その上に乗っかるこの日本列島の、つまり乗っている大陸の側に、そこから派生をした大周極体があると
つまり地震によって地盤が非常に歪められた、そういう地層がずっとあると。でこれは実は大地震マグニチュード9クラスの地震に連動をする、日本列島が乗っている大陸上の大断層だ。昨日の石橋さんの説明そのまま、つまりプレート間の地震があれば必ずその上の日本の列島の上の断層が動き、マグニチュード9の断層に続いてマグニチュード7クラスの地震の直撃を受ける、助かる道はないんだという説明がまた学問的に裏付けられる記事が出てる。しかもこのことについては国も中部電力も承知だけれども全くそれを無視して、そういう断層は見当たらないと無視をしてきましたけれども、この名古屋大学の研究棟のグループはこれは絶対もう間違いはないという形での発表をしております。もう私たちは浜岡原発を廃炉にするしかないという決意をしました。時間がありませんので、その途中の私の報告、訴えは省略をして最後の訴えだけしてさせていただきたい、こういうふうに思います。浜岡原発が壊れる、日本中の原発も危ないということを私たちは今度の福島原発のあの大事故でしっかり見極めました。そしてその中からですね、原発が人類そして地球上のあらゆる生物に大きな災いを残す放射能を放出し続けることによってエネルギーを生み出す装置だと、そのことをはっきり知ったわけです。全原発を今止めても日本の電力は困らない、このことははっきりしてきました。しかし私はあえて言いたい、たとえ困っても止めるべきだ。なぜなら浜岡原発も日本中54基の原発も被爆労働なしにはエネルギーを1カロリーとも生み出せないエネルギー装置だということが発揮したわけです。かつて日本の軍隊が司令官は奥にいてもお国のために弾に当たって倒れる人間は必要なんだ、つまり上から見下ろす人間と下で弾に当たる人間を分ける構造が戦争の構造だとするならば、原子力村の奥の院に座る東京電力、中部電力、あるいはその おこぼれをいただいている学者、そしてその提灯持ちをしている政治家、この連中は原発が放射能を出し続けなければ運転できないことは知りながら運転をしてきたんです。そのことを私たちは知った以上、もうあとはみんなで考えよう。電力はあることは分かっている、心配ない。しかし心配があっても原発は全部潰すという行動に私たちは立ち上がらなきゃいけない。その突破口を浜岡の完全廃炉から築き上げましょう。どうも今日は本当に全国から結集していただいてありがとうございます。